ゲロです。今回ご紹介するのがこちら、タイシャンのトレーニンググローブでございます。このタイシャンっていうのがですね、あの北斗の拳のタイザン流でおなじみのあのタイザンというのを中国語読みするとタイシャンになるわけですね。中国のブランドでございます。東京オリンピックの時の公式ボクシング用品としてね、使われたこのタイシャン、ね、有名だと思うんですけども、今ねあの日本のアマチュアボクシングでも結構よく使われるっていうね、そんなブランドでございます。入江聖奈選手がね、あのいろんな取材とかでタイシャンのね試合用グローブをつけて出ているっていう場面も非常に多いんで、それで見かけたっていう方もいらっしゃると思うんですけども、今回ご紹介するのはその試合用のアマチュアボクシンググローブを、合皮にしたというね、あのトレーニング用のグローブでございます。まあ、基本的な構造というのは全く一緒で、外側が PU レザーになっているというそんなものでございます。で、今回はですね12オンスと14オンスがございます。それぞれの付け心地なんかも比較していこうかなと思っております。では作りを見ていきましょうか。はい、ね、このね表面の合皮はねやっぱり結構すぐひび割れて剥げてくるんだろうなっていうような感じのポリウレタンを、ね、使っていますね。やっぱ本革とはかなり、耐久力が違うだろうなっていうのは見ていて分かります。でこのパイピングですね、マジックテープの周りのところ、ここに関してもあのパキスタン製と同じようなものが使われていて、あこれは劣化したらベタついて剥がれてくるだろうなっていうね、そんな感じがします。まあまあ、 あの表面素材なんかはね微妙なところではあるんですけども、ただ基本的な作り方自体は、試合用と同じですので、非常にねやっぱね分厚い、分厚くてね反発力が強いね。で IBA の規定でそのエアクッションを搭載した、パッドっていうのがね使われていますので、ダメージを緩和するという能力は非常に高いです。なのでマススパーやスパーリングで使っていただいても安心かなと思います。やっぱねあのこの甲の部分はあんまり厚くないんですけど、ここに厚みがすごい集中してますよね、この肩骨のところに。これでねほんとダメージを極力少なくしようっていうところなんですけども、ただねちょっとねインパクトの位置が遠くなって、あの肩骨で当てるっていう感覚はねなかなか身につきにくいグローブなんで、あのミット打ちバック打ちなんかをやるときはパンチンググローブとかああいう薄いものを使って、でこれは、マススパーとかスパーで使うのがいいんじゃないかな、そんな気がします。はい、では開いていきましょうか。マジックテープはめちゃめちゃ普通な感じですね。で、こことここになんかペラペラの薄いパッドが入ってはいるんですけど、珍しいのがですねこのリストベルト、このマジックテープの切れ目のところ、ここにもね硬いパッドが入ってるんですよ。すごいしっかりしてる。やっぱねパディングとかするときにここね相手のパンチが当たったりするんで、こういう作り本当ユーザー目線に立ってていいと思います。はい、で内部なんですけども、この手首の甲の部分に合皮張りになっていて、他のところはですね、なんだろう、テントのパールベロアみたいな裏地になってますね。あのナイロン地とは違う感じになってます。でこのスイットの上の部分には結構しっかりしたゴムが入ってますね、広がらないようになってます。はい、ではちょっと手入れてみましょうか。よっ、装着感は非常にいいですね。よっ、でやっぱりねここのリストベルトの、ね、縫い付けがあるんで、しっかりとここもギュッと、ね、密着するようになってます。でこの指先のところにはフィンガーチップ薄いのが入っててね、あなんかね快適な感じの握りになってます。握り棒はねちょっと細めなんですけども、かなりしっかりしたものが入ってますね。腰が強いです。かなり握りやすいですね。いい感じです。で親指なんかもすごいストレートなんですけども、全然ね不快感もないですね。突き指するような感じもないです。ここが熱いんで飛び出したりしないです。でこのサミングガードですね、本当にこの指の先っちょの部分についててね、絶対こう離れないようになってます、いい感じですね。本当にユーザー目線に立ってかなり使いやすい作りになってるなというのは非常に感じます。それからここ、握り棒の前後に、空気穴があるんですけど、1、2、3、4、5、6、7か7個あります。ただなんだろう、この穴が開いてはいるんですけど、この合皮がくっついたまんまになったりしているところはね、まあ、ちょっとさすが中国製らしいなって思うところでもありますね。
ちょっとね、こういう細かいところにまで、こだわってないっていうのはね、まあ、ご愛嬌かなと思うんですけど、全体的に非常にね、質はいい感じです。使いやすいと思います。うん、このね、デザインもシンプルでいいですよね。なんていうか、人を選ばないというか、ね、で、やっぱり、遠いな、遠い。げんこつから結構遠いです。やっぱ正面の部分が分厚いんで。で、反発力結構、ね、腰が強いんですけども、でも実際こう当たってみるとあんまりその痛みを感じにくいというか、硬くはないですね。決して柔らかすぎてもペチャンって潰れて原骨がガツッと当たっちゃうんでね、程よい感じです。安全性高いなというのはね、とても感じます。で、12オンスは今これバンデージなしでつけてるんですけども、まあ、バンデージありでつけてもね、ちょうどいいかなとは思います。ただここのところはね、結構、やっぱ内側の部分がね、こう出っ張ってるというか、クッションの厚みで、ね、そんなに広くはないので、ちょっと馴染むまではかかるかもしれないですね。じゃあ続いて14オンスつけてみましょうか。はい、でこちら14オンスです。まあ、構造自体はもう全く一緒ですね。まあ、本当にこれはガチスパしたい人は使っていただくのがいいのかなという感じです。よっ、これもね、素手でつけても結構フィットしますね。ちょっとね、ここ、なんだろう、手の甲のところは横幅が広いなっていうのは感じるんですけども、この原骨周りがね、結構、密着する感じがあるんで、いいね。これは馴染みやすいです。ガツガツスパーリングしたいっていう人はね、これいいと思いますよ。やっぱ分厚くてね、安全性が高いっていうのがね、スパーには非常に重要ですので、これスパーリング用グローブとしてとてもおすすめです。ただね、なんか12オンスより若干ね、やっぱ厚いんで硬さを感じますね。で、ちょっとね、サンドバッグとか打って若干ほぐしてから使うのがいいのかもしれないですね、スパーリングとかは。まあ、でも全体的にね、非常にいい作りしてますよ。で、このマジックテープの部分もね、長すぎたりしないんで、こう余ってね、ペロペロってなって相手を削ったりっていう心配も全然ないです。これはね、表面の耐久性以外はかなりいいグローブだなというのは感じますね。まあ、多分ね、これは汗が染み込むとすぐに、まあ、すぐにどのぐらいの期間かわかんないんですけど、まあ剥がれてるかなと。まあ、初心者がガチスパーとかマススパーにね、最初取り組むっていう時には非常にいいグローブかなとは思いますし、あとアマチュアボクシングやられている方はね、試合用のグローブの感覚に慣れながら練習がしたいっていう場合もありますんで、こういうのをね、使っていただくのがいいんじゃないかなと思います。はい、では今回はタイシャのトレーニンググローブご紹介いたしました。ではチャンネル登録といいね評価もよろしくお願いします。ではまた。